今日は、シシドジョーのモノマネから始まってみましたけどね、皆さんご存知です。シシドジョーこうやってなんかプーッあの人チューズしてまたなくしましたけど、こうやってシシドジョーね、大爆笑ドッカーンってねなってないと思うんですけど、今日の松尾シューズはこれ知ってますわ。全然シシドジョー関係なくてですね、紫外線、これから夏は暑くなりまして、紫外線がね嫌だっていう方たくさんおられると思うんですけどね、紫外線はなんか悪いように思われがちなんです。決して、悪いことばかりではないということを今日は知っていただこうかなと思いますね。確かにシミ、そばかすね、シワになりやすい、皮膚がんになりやすいとかですね、あるんですけどね、このやっぱりこう紫外線を浴びることによってビタミン D のが、受けたりですから、それから、意外にこの皮膚がんじゃなし、皮膚がんはねなりやすいんですけど、大腸がん、胃がんなどの予防にこの紫外線を浴びることによってなるそうです。それから血圧低下、それから、コレステロールの減少とかですね、紫外線を浴びるということは決して、悪いことだけではないということを、今日は、したいと思いますけどね、です逆に光、まあ、光合成分とかね、光紫外線を浴びないと骨とかも脆くなるというふうにもね言われてますんでね、まあ紫外線を浴びない方がいいばかりではないということを、してました。それでは最後にまた大爆笑のシーズン上でいきたいと思います。さようなら。